ございます。なんかすごいメイクの途中だから真っ白になってる。やばいやばい。皆さん元気ですか？くるみは元気ですよ。ヨーグルト食べたい。ヨーグルト、あ、スプーン忘れてきちゃった。ちょっと待っててね、一瞬だけ待っててね。今スプーンが見つけられなくてヨーグルト食べれないんだけど、ショック。おにぎり食べとこう。ショックなんだけど、どうしよう。あるかな、絶対どっかにあるんだよね。まあそういう時もあるよね。うん、お箸はないです。もっとないです。お箸はもっとないです。皆さん遠くからありがとうございました。今日も遠く会です。よろしくね。いやさすがにちょっと手ではね食べないよ。いただきます。ストローもないです。ストローあっても使わないですけどね。大丈夫かな、このショールームの画面って映ってる私大丈夫かな。でももう遅い。心配するの遅い。でもなんか、目の前に鏡があるんだけど、なんか上からだからさ、なんか影になっててお化け感あるよね。ないか、ないよね。うん、ない。ないです。
インスタ見てくれた？前髪が短いから流せないうまく。ツイッターもあげました。インスタのストーリーもあげました。無限くるみ、そうそうそう、あ、そう、チームインに変えたの。朝テンション、あの2枚目のさ、あのブレてるやつはあれわざとブレてるのあげたから、あの手ぶれでもないし、ピンボケでもないのでよろしくお願いします。あの流行ってた動画じゃない、撮り方 やって載せたか、やってみたくて載せてみたかったから嬉しい。あ、キョッピーね、研究生のままになったのね。困ってたのかな。お伝えしときます。そう、あの撮り方流行ってたんだよね、めっちゃ。え、すごっ。おにぎりツナマヨ、え、すごっ。カメラある。セブンで野菜のスムージー飲んだからなんか調子よきです。野菜緑のやつ、私あれはあのブルーベリーが好きです。ブルーベリーとイチゴ、イチゴ？ブルーベリーのやつが好きです。でもなんかヨーグルトのやつも気になってる。最近出てきたよね。最近、そんな最近じゃないか、当たりだよ、めっちゃツナマヨ。今はちょっとヨーグルト食べれない、ショックに襲われてる。こう見えてめっちゃ食べる気満々だったから悔しい。ナタデココ本当に言えばもらえるって、あ、そうなんだ。でもなんか探したら絶対ある気がするんだよね。
美味しそうじゃない？ナトレココ。そう、昨日ね、なんだっけ、ごま団子あったんですよ。ごま団子嬉しかった。しかもなんか2個入りで、1個はあんこで、2個はごまあんこ、わかんないけど、ごまでした。ごちそうさまでした。食べたかった。探します、スプーン。よく食べてる、ありがとう。ごまあんかな、なんかごまでした。食べれた、ありがとう。緑茶。いつでもどこでも緑茶。昨日は一日お水飲んでたな。もうお水か緑茶しか飲んでない。いいのか悪いのか。本当にお水、なんか緑茶も飲みすぎダメじゃん多分。だからお水飲むときは飲むんだけど、本当にお水か緑茶しか飲まない私。お水と緑茶があったら生きていける。多分。10年は余裕で。みゆちゃんがくるみんがオオカミとプライド好きって言ってくれたことめちゃくちゃ喜んでて、めっちゃ好きなんです。めっちゃ告白みたいになってる。なんか歌がうますぎて、なんかめっちゃ初めの方にさ、なんか何だったかな、なんかで仲良くなりたいって言ってくれてたのが嬉しかった。仲良くなりたいな。でもなんかこのトーク会すれ違いなんですよね、みゆちゃんね。結構みんな12期ちゃんすれ違い、会う子少ない。テレビで奈良のね名物あるかってやってたけど、くるみん的には何、奈良の名物、奈良の名物。でもなんか柿の葉寿司は柿の葉寿司っていっぱい言ってるけど、なんかよくよく考えれば、なんか天理ラーメン、西華ラーメンってラーメンも有名だし、あとあのプリン、私大仏プリン好きなんですよ。大仏プリンしてる方いますか。大仏プリンっていう、奈良にプリン屋さんがあって、そう、大仏プリン好きなんだから、大仏プリンも美味しいなってよくよく考えればあるなって思ったのと、
そういっぱい種類あるし美味しいんです美味しいんです。あとなんかあるらしいね、なんかかき氷って奈良発祥らしいねの前そうの前なんかお仕事で奈良のたまたま奈良トークテーマがあって、でそれで奈良の名物みたいなやつを見てる時になんかかき氷が奈良発祥みたいな書いてて知らなくて、えみたいな、かき氷って奈良発祥なのみたいな感じだったんですけど、ちょっと本当のところはよくわかりませんわかりません、私はわかりません。水緑茶でご飯抜きは無理や。まあそうだね、ご飯は食べたい。え、飲み物だけね、飲み物だけ、もうジュースとかじゃなくて、ジュースとか麦茶とか、みんなコーヒーとかビールとかは、私はなくても生きていけるからそう、水、飲み物は水と緑茶だけで生きていけるかなっていうあれね飲み物ね、さすがにご飯は食べたい苦味の強い緑茶も飲める、飲めると思う。これ苦めかも、私今飲んでるの。なんかさ、緑の緑茶よりさ、オレンジとかの緑茶の方が苦くない？気のせい？そういえば昨日人狼ゲームしたんでしょ。そうだよ、人狼ゲームしたの6人で、でもゆうねちゃんが分からなくて、人狼ゲームのルールは。だから私がゲームする前に20分ぐらいラブありがとう、20分ぐらいハートボタンありがとう、はい、人狼を教えるところから始まりましたね伝わったのか分かんないけど、伝わったって言ってたから多分伝わったあ、昨日 AKB さんお会いできました。あの握手会の会場に見学行けるって聞いて、私めっちゃメイクし途中だったんですけど、行きたかったからはい、行きました、お邪魔しました。明日はくるみんの妹さつきちお誕生日になる、私の妹になってくれるのさつきちお誕生日なんだ明日、すごいおめでとうだ。さつきちは会えそう今日。そう、天理ラーメン、サイカラーメンはね、奈良県民は知ってるよね。大仏プリンは大仏サイズではございません、さすがにこんなんは食べれませんなきこさん優しいスプーンどこにしたんだろう、私ありがとうございます。伝えてって言ってくださってるの優しい そうなんです、もうスプーンをどっかになくしてしまう、11期で申し訳ないもうね、これからもう何もなくさないように気をつけなきゃ。え、本当に絶対あるんだよね、ちょっと見つけ出せなかった。
みんさんがくるみと話した日、いつも大好きなくるみさんとお話できたって嬉しそうに報告してくれる、なんて可愛いの。もっと話したいんだけどね。なんかわかる、いつ言っていいのかわかんないってこういうことなんだなってすごく今実感してる。でもなんかみゆちゃんは喋りかけたら喋ってくれそう、優しいから。そう、大仏プリンね、蓋なんか瓶でカチャカチャって開ける瓶タイプで、上に大仏書いてるんですよ。なに、行った時に買えばよかった。また来た時にぜひ。サマーツアーもありますからね、隣なんで、なら隣なんで。持ってきてくれるらしいよ。申し訳ない、そこも、ちょっと待って、LINE くださった、ちょっと待ってね、え、ちょっと待って。ごめんなさい、お待たせしました。あきこさんのショールーム見てくださってた方いるかな。あー、優しい。記念撮影ありがとうございます。本当にまさかの向かい、大人向かい、前のお部屋で、その開けて待ってたんですよと、来てくださるって LINE くださって、開けて待ってたら、なんか声が聞こえると思ったら向かいのお部屋でした。もう大切に食べなきゃ。ありがとうございます、まきこさん、本当にすみません。向かいでした。いただきます、大切に食べよう。100倍美味しいです。めっちゃ笑ってた。美味しいです、ヨーグルト。向こうの向こう、ん、そう、びっくりした、ドア開いたから。いいこと一個あったね、確かに今日ないんだったっけ、忘れちゃった。さっきメール書いたのに。12時半までしますね。前髪出してるショールームするの久しぶりかも。なんかつけよう。
最近ピンクのリボンずっとつけてるけど、これなんかサンリオのランダムだったんですよ、マイメロちゃんが出た時あ、そういえばサンリオ大賞だっけ、今日までなんですよ皆さんやってる方よくわかんないけど、あの投票ぜひ、あの、あ、ちょっとそんなんやってるんだみたいな方はぜひあのメルちゃんにくるみはウィッシュミーメルちゃん推しなので、ぜひうさぎちゃんです。あ、今日ウィッシュミーメルちゃんのもこもこあのぬいぐるみのキーホルダー持ってきてないんだった。そう、くるみはメルちゃん推し、うさぎの、あ、いた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 これくださったやつだけど、この子でつけてるよ、一瞬見メルちゃん、この子です、可愛いでしょ、私の至るところにいるから身の回り至るところにいる、うん、そんなないかもそれは言い過ぎた可愛いんですこの子、なんかマリーちゃんも白ピンクだから、私は白ピンクのキャラクターを好きになる傾向がある。今日までなのでね、まあ、ぜひ、まあでもこの配信を見た方はあのぜひ投票してくださいポチってするだけなんで、何あのポチってするだけ、何も買いません、ポチってするだけそう、メルちゃん前回15位、中間は前回、今の2回目の中間何位だったかな、10位とかだったよね確か。あ、アンケートあるのか、そうかそうか、マキコさん本当にありがとうございます。え、何も入会してないよ、でもアンケートは確かに答えた気がする。そうです、今日の夕方の5時まで、17時までです。ラブレター、ありがとう。でも本当にもうマキコさんがくださったから今ヨーグルトが食べれました、ありがとうございます本当に。
入って早々迷惑をかけている。あ、見て、今日、あ、今日この服じゃないんだけどね、くまちゃんいるの、可愛くない？それだけ。これくまちゃんやるから、このロンティお気に入り。かわいい、ありがとう。今すごいトトロが頭に流れてる。なんでだろう、めっちゃサンリオの話してたのにいきなりジブリが流れてる。辛いラーメンはあんまり食べないんですけど、なんか一時期食べるのにハマってました。すっごいトトロ流れてるよ、隣のトトロがすっごい流れてる。ずーっと流れてる。ジブリはー、何が好きかな。でもトトロ好き、かわいい。あ、ポニョも好き。あとあれ、この前私何見たっけ、君の名はじゃなくて、入れち、どっちを見たんだっけな、君の名はじゃなくて、入れ替わってる、え、入れ替わってるが君の名はか。それ見たのかな。違う、あれ、私この前何見てたって言ってた。魔女の宅急便は一部分しか見たことなくて、千と千尋も一部分しか見たことないんですよ。あんまりジブリは詳しくはないんですけど、戸締まり的なやつは見てないんですけど、いや多分君の名は。き、あのさ、空がすっごくなってるやつ、空がすごくなってるやつ、なんか多分君の名はだった、あ、天気の子かな、めっちゃ忘れちゃった、ちょうど忘れ、あ、そう、隕石が落ちるやつ、そう、落ちた気がする、そう、なんかそうそう、そういう系、そういう系、あ、どっちもそうなんだ。ちゃんと見とこう。そう、あんまりちょっと詳しくないんですけど、どう、でもトトロとポニョはめっちゃ見たことあるからめっちゃわかる。君の名はか、多分君の名はだね、うん、君の名はです、見ました。見ました。あ、待って、25分だ、そろそろランキング読もうかな。階段あった気がする。トトロって可愛いよね、なんか平和だし。そういう平和なの好き。なんかで戦うのも好きだよ、鬼滅とか好きだから見るけど、やっぱなんか平和なのがいいよね。わかる、すごいほんわかしてて好き。あのトトロが空飛ぶ夜のシーンが好き。夜トトロが空飛ぶシーンが好き。鬼滅見る、鬼滅好き。なんかさ、それこそさ、あ、いえ、MBTI 診断ってあるじゃん、それに絶
対あの私のやつって平和主義者って出るのね。でもさそのさ平和主義ってなんだろうってあれじゃん、あのなんていう の、 その意識してないからさ。でもまあよくよく考えればあそういうの好きだなとは思うよねなんか、うん、当てはまるよね、すごいよねあれ。おーって昨日もそれこそ私リーナちゃんと一緒になると MBTI の話ばっかりするんですよ。で一回実は2人で3時間ぐらいこの話したことあって、すごくない3時間だよ。もうねそれ以外の話してない、多分3時間ぐらいいたあれ。もう本当に3時間ぐらいずっと MBTI の話してたんですよ。3時間話すってすごいじゃん。3時間話すってすごくない、そもそもね。そもそも3時間話すってすごいけど9割 MBTI の話してた多分。めっちゃすごくないもうすごいと思う。3時間だよ。え3時間だった気がする。3時間だね、もうもうこんな経ってるみたいな話した記憶あるから。そうすごくない、 MBTI の話したし3時間できるんだよそうすごいよねっていう話確か3時間だった。いや本当にめっちゃ喋ってた、 MBTI の話ずーっとしてた。なんか違うんですよ別に、違うやつ。すごいよね、うん。どないみんなに内容聞いてほしかった、ずーっと3時間って10回ぐらい言った。いや MBTI の話だけで3時間はすごいすごい本当に。大事なことは10回言います、もう大事なことは何回もで言います。2人で、でも私とリーナちゃんとで喋ってたらなんかどっちがめっちゃ聞いててどっちがめっちゃ喋ってたとかないかも。なんかずっと2人同じ感じ、すごいよね3時間 MBTI の話するってすごくない、どんだけ興味あるのって感じだし私たちもね、うん、すごかったなってことで、ちょっと話がそれちゃった。ランキング読みますね。で今日この配信は一旦終わりますいきます。13位ひよこさんありがとうございました。13位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして12位チュロスを持った方ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位お皿の上に乗った餃子さんありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます。めっちゃ携帯倒れそうになっちゃった、ありがとうありがとうございます。10位悪魔さんありがとうございます。10位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして9位 M の旗を持った猫ちゃんありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして8位ギャルのワンちゃんありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございますありがとうございます、ありがとう。そして7位おラッコさん、なんだろうこの動物はラッコさんでいいのかな、これって違うかな、何の動物だろう。カバとか、ま
た教えてね。7位ラッコさんありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。そして6位、さんありがとうございます。6位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして5位ワンちゃんありがとう、ワンちゃん5位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして4位ハニワさんありがとうございました、4位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。そして3位さんありがとうございます、3位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして2位なずまさんありがとうございました、2位おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。そして1位猫ちゃん、もう声が変になってきた。朝でもない、もう昼だね。1位猫ちゃんありがとうございます、1位おめでとう、ありがとう。ごめんなさいね、ありがとうございました。ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。この後のトーク会と握手会もよろしくね。何しよう、メルちゃん、メルちゃん今日持ってきた、メルちゃん、見えるかな。よし、では本当にマキコさんありがとうございました、本当にありがとうございました、すいません。ごめんなさい、ありがとうございます。では終わります。バイバイ。やばい、声がダメだ。ありがとうございました、大丈夫です、元気です、ありがとうございました。バイバーイ、また後でね、会いましょうね、バイバーイ。ありがとうございました。